よ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み相手のことか。師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだよ。俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュウ。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピッして。信じろぜ。うん、悪かったよ。ありがとうね。おい、イチ。竹雄のおっちゃんよ。道雄ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年白黒ママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、総部なんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。分かった。イチ、いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん。うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザ便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。ええ、ふん、おい、あ、ふん、出してんじゃねえぞ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。
ほら来いよ。これで、うん、立て直さねえと。何する、見せてやるよ。こっちを切ら、ちょっとしんどいな。いやがれ。なめんなよ。見せてやるよ。こっちを切ら。これで元通りだぜ。行くぜ。これで。見せてやるよ。こっちを切ら。なめんなよ。ちょっとしんどいな。見せてやるよ。こっちを切ら。よっしゃ、あっちだ。ありがとうございます。はい。さんとこにあんだろ、桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろ。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや一ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守がかりになったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー、それ以上おやっさんのことを悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。まあ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんだ。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますので、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。
兄貴。借金男はいたか。はい、あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか。知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布置いて。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから、こういうのなんのって。お前ソープの一番か。ああ、こいつと一緒にいるってことは。ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ、ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ、財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ、わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。頭かじょるぞ。やってやるぜ、俺の番だな。どうした、見せてやるよ。こっちを来た。なんだぞ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを来た。行くぞ。俺の番だな。ほら、大丈夫ってか。よっしゃ。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ、お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんってこれ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてるぜ。え、ああはい。よし、行くぞ。メンツ、ちょっと兄貴。
つもりですか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく。そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないですよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家。お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え？問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布なら取れね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ気回りしてるのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。あれやろ、もう若の付き添いに行く時間だろうが。は、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ちだ。何やらせてもおせえな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。